唯一成功してる人がいるんですよ。僕はね、小川淳也さんが成功してると思ってるわけ。あ、小川淳か。あのですね、あの、僕ね、あの、思ったのが、その、立憲の議員さんの中で、そのなんかこう、手応えを感じてる人がおそらく全然いないのかなと思ったんですよ、最初。対策の？そう。要は実際に YouTube やってるんだけど、あの、再生数も回らないし、チャンネル登録もつかないから、こんなのやっても意味ないんじゃないのっていう意見が多数を占めてる可能性があるわけですよ。そうですね、それは。で、そうです。うんうん、うん。で、唯一成功してる人がいるんですよ。うん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 。皆さんわかります？立憲の議員さんの中で、唯一か。え？江田健二ですか。いや、まあ、まあ、江田健二さんの、まあ、成功してる部類かもしれないけど、僕はね、小川淳也さんが成功してると思ってるわけ。あ、小川淳か。で、あの、さっきね、その、リスナーっていうか、あの、スピーカーにも上がってたんだけど、小川淳也、そう、小川淳也さんの切り抜きをやってる方が上がってて、僕、その方の話聞きたいなと思ったけど、ちょっと高っちゃったんで、あれなんだけど、結局ね、その、YouTube を広げるために、必要なものっていうのが、うん、必要なものっていうのが、切り抜き動画なんですよ。うん。で、立憲の動画っていうのは、ほとんどね、長い尺ばっかりなんです。うん。40分とか50分とか。要は、ライブ配信をそのまま、あの、うん、上げてますっていうだけのやつとか、ほとんどで。うん、その中で、小川淳也さんの切り抜きを作ってる方は、おそらくそこを多分、あ、ここはまずいんだろうなと思う問題意識の中で作られたんじゃないかなと思うけど、あのチャンネルはなんか3万人ぐらいいらっしゃるんですよ、確か。だからああ、なるほどね、うん。そう、そうやって、小川淳也っていうコンテンツを使って、さらに切り抜け師もいるみたいな。これはあの、YouTube とか、要はストリーマーなんかの成功モデルの一つの、あの、テンプレみたいな流れなんですけど。なるほど。これをまさに実践してるんですよ、小川淳也さんのとこは。なるほどね。じゃあこれを真似ればいいだけの話なんですよ。うん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 。単純な話。そういうことか。うん。あ、以上です。すいません。そう、そこら辺の知見もちょっとなんか横展開できたらなっていうのはあるんですよ。まあ、抜けちゃったからな、聞いてみたかったな、ちょっと話。最初なんか、いや、あの、スピーカーの設定をなんか全員に、あの、変えてみた時になんかこう、ドワーッと入ってきたんで、あの、でなんか、小川淳也さんのアイコンが来たから、へって思ってびっくりしたら、切り抜き動画って書いてあったんだけど、そうか、あの人が結構そういうあれだったのか、しょうがないな。で、まあ、しょうがないですね。そしたら、小川淳也、本気で総理大臣。そしたら総理大臣になるかもわからんで。お前や。